今回はね、ポップマートアンボクシングでディムのね、ジュラシックワールド、今最新のシリーズコラボ商品が出ているんですけども、それに付随するアクセサリーが、今週販売されました。今日はね、池袋で仕事だったんで、まあ久々のオープン初日ぶりにですね、あの P-パルコのポップマートに行こうと思ってます。まあ、なんか本当池袋は平日の昼間でも人が多いですね。外観にもポップマートが展開してるという感じですね。ちょうどあそこの内側のところにポップマートがあるという感じなんで、ちょっとじゃあ久々に行ってきます。確かスカルパンダがいた気がする。声入っても大丈夫ですか？他に選ばせさせていただきます。と視聴者の方の大事な1ピースを選ぶっていう、この辺なんか狙いとかあるんですか？首の長い表情、いいっすよね。ちょっとじゃあこれちょっと出ることによってこれでちょっといけるかなありがとうございます。めっちゃ責任重大じゃないですか。ちょっと万が一ダブったりしたら、あのちょっと申し訳ございませんって感じでありがとうございます。さあ、というわけで楽しんできました。ですね、今日私あの完全仕事着でもうカメラマンな服装をしてるんですけど、あのまさか気づく方がいると思わなかったです。いや本当お声掛けいただくのはめっちゃ嬉しいんで、めっちゃ嬉しいです。あのでまさかのリクエスト でちょっとまさかの責任重大なねリクエストをお受けしましたので、ちょっとディムのね1ピース選ばせていただきました。というわけでじゃあ入ります。いやまさかこの服装で気づいていただけるとは思わなかったですね。原宿本店行くときはあの大体オレンジ色の帽子かぶってるんで、今日は完全な仕事着のまま来ちゃったんでちょっとびっくりしましたね。10月もそろそろ折り返しでございますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はねポップマートアンボクシングでディムのねジュラシックワールド、今最新のシリーズコラボ商品が出ているんですけども、それに付随するアクセサリーが、今週販売されました。でアクセサリーがねめちゃくちゃバリエーションがあって、なんかオンラインストアの最新ページとかディム祭りみたいになっちゃってるんですけど、まあ、その中で今回バナードは2種類のアクセサリーを購入しました。アクセサリー購入自体ね僕結構珍しいんですけど、今回ねアクセサリーがめちゃくちゃちょっと壺に入っちゃったんで購入しました。でこれがね見た目が可愛くて購入したもので、こっちがね実用性のあるアクセサリーです。これねケーブルですね、 iPhone のライトニングケーブルを購入してみました。ラインナップはこんな感じですね。いかがでしょうか。こちらね楽しみでございます。いや本当ね今ねアクセサリーラインナップすごいんですよね。ぬいぐるみも出たし、ぬいぐるみもね箱が可愛かったんでちょっとそそられたんですけども、今回はこの2種にしましたね。フリスビーとかもね現物が池袋にありましたね。めっちゃあれはなかなか本当に
コレクターズアイテムですよね。ファン、ディムファンに向けたねコレクターズアイテムだと思いますが、今回じゃあまずはこちらから開けていこうかなと思います。一応ね2つともパッケージの表紙がちゃんとねディムが描かれていて可愛い感じでございますね。じゃあ行きましょうか。でちょっとねサムネイルを後で撮るので、ちょっと箱は綺麗な状態で開けますね。あ、そうそう、その前に一応ブラインドボックスなんでね、あの狙いの子ってか欲しいのアップ、欲しいのをねちょっと上げておくと、こちらがね、まあ、今その現行で販売しているフィギュアの方のブラインドボックスの方のキャラクターとリンクしてるんですけども、残念ながらねちょっと全部のキャラクターはいなさそうです。で、まあ単純に見た目のデザインだけで、欲しいのをあげると、このやっぱオレンジのこれですね、このダイナソーエッグ、この卵の、でこれちょっと赤っぽいオレンジですけどね、まあ、あとこのバースオブアベイビーダイナソーね、この卵、恐竜の卵のデザインのとかめっちゃ可愛いですね。まあでシークレットがね、まあの形も全く違うものがシークレットのことなんで、まあ、どっちかというと僕はこっちのオーソドックスなラインが欲しいので、まあ、どれが出てもいいかなと思います。さあではいきたいと思います。これ多分袋には入ってなさそうですよね。わかんない、あ入ってんのかな、そうなんだ、ちょっと、あ一応、あすごいかわいい見てください、これあのプッキーのぬいぐるみの時と逆ですね。こんなかわいいちっちゃい袋に入ってます。シークレットではなさそうですね、とりあえずね。じゃあ行きたいと思います。ちょっとオレンジ系とか青系、青かオレンジに行きたいですね。行きます。まあ、そう言ってるとね、そううまくは出ないものですが、いきたいと思います。いきます。せーの。じゃーん。あ、やばー。来た。ベイビーダイナソー来た。やばー。来たー。めっちゃかわいい。ベイビーダイナソー来ましたね。いや、嬉しいな。ちょっと、よりで見てほしい、これは。いやー、この、そうなんです。今回ね、このね、恐竜の卵が、恐竜の卵がねちょっとこの横にこうついてるんですけど、これがねちょっと柔らか素材の立体なんですよね。こんな感じでちょっとポコッと切れてるのがわかると思うんですけど、ここはねこっちはあの普通のオーソドックスなねピンバッジみたいな素材でちょっと固めの素材なんですけど、ここがねちょっと柔らかプニプニ押したくなるような柔らか素材でできております。ここもかな。でここをねなんか名前書いたりできるそうなんですけどどうしようかな、さすがに書かないでおこうかな。でまあ割とねしっかりこう重みもあってね所有感がありますね。だいぶねアクセサリーにしては結構ボリュームたっぷりかな。後ろはこんな感じ、ジュラシックワールドのロゴも入ってますね。いやーいいねこれは。いやまさかこのちょっとね、まあ、なんでこれがいいかっていうと、まあ結構恐竜の卵のねなんか典型的なデザインで分かりやすいっていうのと、あとちょっと若干ねヨッシーの卵みたいな感じがそれがまたちょっと好きなんですけど、いやーいいっすねこれ。このフィギュアの子持ってたらねなおさら良かったんですけども、まあでも大満足な一品でございます。可愛いですね。まだ終わらないんですよこれ。カードはこんな感じなんですよ。このバースオブアベイビーダイナソーのカードなんですけど、後ろこんな感じね。でこちらなんですけど、これをこのままペコッとねこういう感じで、これでちょっとした遊び心があるんですよね。まあ、特にこれとどうこうって感じじゃないんですけど、まあ、ちょっとこういう感じで、まあ、カードもねちょっと厚紙を使っていて豪華仕様になってますよっていう感じかな。なのでなおさらやっぱこれフィギュアのこの卵から出てきた子とね一緒に並べてみても可愛いんじゃないかなと思います。カードこんな感じね、ちょっと厚い紙でできております。いいね。あとは単純にやっぱこの箱がね可愛いんで、箱にそそられて買っちゃう人もいるんじゃないかなと思います。ちょっとイラストのタッチが従来のポップマートのあのパッケージとちょっと違うテイストなんで、それもまたポイントですね。さあそして今回はもう一個あります。こちらですね、ディム、こちらケーブル 4iPhone ライトニングケーブルでございます。さあこれも一応ポップマート袋に入ってる感じですね。そう iPhone ケーブルすらブラインドってやばいっすよね。そうこれも、まあ、そしたらせっかくなんでこのザ・バース・オブ・
ベイビーダイナソー狙いでいこうかな。同じこのね赤い子か、まああとオレンジのオレンジヘアの子かな、その辺でしょうかね。さあというわけで開封してみたいと思います。いきましょう。おケーブルが、あ色がもう出ちゃった。あいけますよ。じゃあいきます、せーの、じゃーん、きた、オレンジの子来ました。まあオレンジというか若干赤ですけども、ちょっと待って、これ、あ完全に想像してた感じと違う、いい意味でというか、顔の部分でかくないっすかこれ、やば、だいぶ顔がでかいっすね。顔がでかいというか、まあこの何 なんていうのこのサイズ感はだいぶ大きめですね。あの従来のディムより全然でかいっす。しかもなんかちょっとこう柔らかプニプニ素材ですね。こう中は多分空気が入ってる感じで、ペコッとへこむ可愛らしい質感でございます。わあいいねこれ。これ一応ねジュラシックワールドのタグもついてるんですけど、これは、あそうですね、やっぱこういう感じでケーブルをねこう伸ばして使え、あちょっと取れちゃった。え取れましたけどこれ。さあというわけで、さあというわけでね、こちらディムのお顔としてもコレクションできるということですね。はい。というわけで、まあでもこれちょっと入れといた方が可愛いですよね。見えますかね、こういう感じで使おうかなと思います。ちょっと従来の使い方と違うかもしれないんですけどね、ちょっとまあこの感じがいいかな。こっちの iPhone につける先端部にこうしとこうかな。ちなみに前回の DIM 開封で開封したフィギュアの方に比べるとこんな感じ。やっぱこっちでかいっすね顔がね。めっちゃ面白いなこれ。いいね。というわけで今回はポップマートアンボクシングブログ DIM のジュラシックワールドコラボシリーズのアクセサリーの開封でございました。久々のアクセサリーにグッと来ちゃった回でございましたけども、ご視聴ありがとうございました。バーナードブログではこういった日々可愛いものをねカルチャーを探求していく Vlog でございますので、この動画の感じ好きだったらまた遊びに来てみてください。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。いやマジででかい。マジでインパクト。